トホテルズアンプリゾーツ、トホテルズリゾーツ、ヤコホテルズリゾーツは、株式会社、近鉄、トホテルズ、近鉄ヤコホテルズ、英賞、近鉄ヤコホテルズインターナショナル、インクが運営する、近畿圏を中心に、東京から、米国まで、近鉄グループの、トホテルなど21ホテルを展開する、大手ホテルチェーンである。1890年。 明治23年創業、日本を代表する老舗ホテルとして、数多くの国公品を迎えてきたとホテルを近鉄グループが買収したものがルーツ。宮内庁御用達、1954年に制度廃止、従来からの指定業者の使用のみ、黙人の島観光ホテルや奈良ホテルなどの名門を多数有している。ホテル環境層が激化する中、 1998年以降ホテル事業を再編、宿泊予約センターやセールスオフィスの開設、共同購買、統一会計基準の導入など、チェーンメリットを活かしながら営業力強化を図っている。1998年7月、ホテル事業統括会社として、株式会社、近鉄ホテルシステムズを設立。2000年3月には、同社が株式会社とホテルを、 九州合併。本店各の都ホテルを、スターウッドホテルリゾートとの業務提携により、ウェスティントホテル京都と解消するなど思い切った改革を実施。また、都ホテル東京、都ホテル大阪、新、都ホテル京都と合わせて大規模なリニューアルも行うなど、大きくブランドイメージを変えている。2007年4月からは、都ホテル大阪と、 東京モスターウッドホテルリゾートと提携して、シェラトントホテル大阪、シェラトントホテル東京に改称した。今後、東京、大阪等の都市において、宿泊特化型ホテルを展開する計画がある。すでに近鉄京都駅の改装に伴い、同駅の上に宿泊特化型ホテルが建設され、2011年10月1日に、ホテル近鉄京都駅として開業した。他に、 近鉄奈良駅前に大型ホテルを展開する計画もある。さらに、2014年、安倍のハルカス、歌唱、安倍の橋ターミナルビルタワー館には、とホテルと、マリオットとの提携による、大阪マリオットとホテルが開業した。なお、2005年4月1日に、近鉄グループにおけるホテル施設資産保有の一元化と、コア事業としてのホテル事業の直営化を行うため、 会社の再編を行っている。具体的には、株式会社、近鉄ホテルシステムズの子会社として、株式会社 KHS を設立。株式会社、近鉄ホテルシステムズが、会社分割を行い、ホテル統括事業を株式会社 KHS に、吸収させる。そして、近畿日本鉄道株式会社が、旧株式会社、 近鉄ホテルシステムズを九州合併すると同時に株式会社 KHS が新株式会社近鉄ホテルシステムズに称号を変更している。2015年4月1日100%親会社の近畿日本鉄道株式会社が社名を近鉄グループホールディングス近鉄 GHD 株式会社に変更し純粋持ち株会社に移行したのに伴い 同社のホテル事業を分割継承し社名を株式会社、近鉄とホテルズに変更した。2018年8月にはブランドの再構築を発表。2019年4月1日から大きく分けた3つのブランドカテゴリーに分け、新たなロゴホテル名を使用することになった。ホテル名称は外資系定型ホテルをはじめ一部解消しないホテルもあるが、基本は とホテルのように、ブランド名、地名の順に統一される。また、国内外で、都市ティブランドを中心に運営住宅や、フランチャイズ展開も行い、2018年8月現在の5874室を10年で8000室に増やす計画としている。 h t t p s w w w k i n t e t s u g h t c o j p i n d e x e d h t m l ニュースホテル。以下、新ブランド構築後のカテゴリー分けとする上記3カテゴリーに含まれないホテル、旅館、共にアメリカ合衆国に所在、運営はアメリカ近鉄工業による 近鉄グループでは、今後の新規出店は、宿泊に特化したホテルに絞り、2030年度までに、上記東坂に加えて、札幌や名古屋などの大都市で、合計8施設を開業する。ブランド名については、とホテル、ホテル近鉄以外の新ブランドも導入する、考え、と報道されていたが、上記の通り、とホテル、都市、トリゾートの3カテゴリ化されることになった。 前日の通り、2020年代に8000室まで増やす予定。また、近鉄名古屋駅と名鉄名古屋駅の大規模再開発に伴うビル内に、ホテルの設置、名古屋とホテル以来の再進出を検討しているが、共同開発を行う名鉄グループとの調整が必要とされている。新幹線など、国鉄や JR の食堂車、ビュッフェ、車内販売で、 トホテル列車食堂を帝国ホテル他と共に営業していたが JR 系列会社が担当する列車の比率が増したことで採算が取れなくなり JR 加護1990年3月改正で撤退解散したなお一部の社員は近鉄やトホテルなどグループ会社へ転属となった楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください